SCP-2817-JP。ガレードスコープ。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-2817-JP の存在する山は財団が買収し、侵入者を防ぐための柵を設置します。万一一般人が侵入した場合は、速やかに捕捉し、尋問、記憶処理を行った後解放してください。説明。SCP-2817-JP は三重県。市に位置する雑木林に存在する石造りの井戸です。SCP-2817-JP 内部は、底面の一辺が約 1.6 メートルの正確な正三角柱形であり、深さは約 8.4 メートルです。SCP-2817-JP の口及び、口述の穴の 10% 以上を塞ぐ試みは、すべて、障害物を押しのける未知の積力の発生により、失敗に終わっています。また、SCP-2817-JP の内壁、及び、そこに触れた物体は、瞬時に消滅します。SCP-2817-JP は、少なくとも、15世紀から存在していることが分かっていますが、その成り立ちは不明です。SCP-2817-JP は、外からは、その特異な内部形状の他は、通常の井戸と同一に見えますが、中に入ると、内壁が、可視光を約 99.7% 反射する物質で張り巡らされていることがわかります。SCP-2817-JP の底は、黒色の物質で構成されており、中心には、透明な物質で塞がれた半径約 30cm の円形の穴が存在します。この穴は、一種の次元ポータルであると考えられており、その奥には、SCP-2817-JP1 に指定される存在が確認されています。SCP-2817-JP1 は、常に、角速度360度毎年で回転しているほか、数年に一度のペースで、瞬間的に位置をずらす、類似した別の SCP-2817-JP1 実例に、瞬間的に変化するなどの活動を行いますが、これらの事象の発生原因は不明です。